アメリカで2021年に起きた議会襲撃事件をめぐり起訴されたトランプ前大統領は12日大統領の面積特権は認められないとした連邦高裁の判断を不服として連邦最高裁に上訴しましたトランプ氏は議会襲撃事件をめぐる起訴について大統領在任中の行動は刑事責任を免れると訴えていましたが 連邦高裁は今月6日、大統領を退任したトランプ氏は市民の立場になっていて元大統領が超法規的存在となることを容認しないと判断し、訴えを退けましたトランプ氏はこれを不服とし、連邦最高裁に上訴しましたトランプ氏はまた、バイデン政権が政治的な動機で刑事責任を追及していると主張していて 11月の大統領選への影響を避けるために裁判の先送りを狙っているとみられます連邦最高裁は今後トランプ氏の上層を受理するかを判断することになります